東日本大震災東日本大震災における死者、行方不明者の推移平成23年東北地方太平洋沖地震による都道府県別死者、行方不明者数東日本大震災における死者、行方不明者の推移では東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波及びその後の大きな余震により発生した人的被害のうち死者と 行方不明者の推移について記述する。福島第一原子力発電所事故の影響で、福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内が、避難指示区域に設定された影響もあり、福島県では、沿岸部の状況把握が遅れて、行方不明者の捜索は大幅に遅れ、4月7日に開始された。警察庁がまとめたところによると、 2021年3月9日、時点で一連の余震での死者も含め、死者1万5900人、行方不明者2525 25人となっている。また、2021年3月9日までに、報告された、震災関連死者数は3775人に、上る。6月15日、宮城県警察は、地震発生から100日目を前に、 行方不明者の集中捜索を、気仙沼警察署、河北警察署、石巻警察署など、三陸沿岸の旧警察署管内で行うことを発表した。行方不明者のその他内訳は、青森県1、茨城県1、千葉県西町村別の死者、行方不明者は次の通り。ありがとうございます。